ウバラリ総郷は、千葉県勝浦市ウバラの太平洋に面した、勝浦湾の西側に突出する明神岬周辺の海岸継承地。ウバラリ総合太平洋に面した勝浦湾の西側に位置し、起伏に富んだ岬が続く、リアス式海岸と日本の渚百選にも選ばれた、ウバラ海岸の砂浜が広がる継承地であり、南房総国定公園の一角に位置する。 入江を追うように木々や海岸性の植物が岬の先端までに及ぶ。その複雑な自然造形に惹かれ、古くから多くの文人仏閣などが訪れ、数々の作品を残したほど、美しく優れた自然景観を持っている。特に、よさの秋子は、1936年4月から5月に、友人が白羅と当地に滞在し、76種の歌を読んでいる。 2017年12月、宇ばら理想郷やまゆの会により、縄文土器編を発見し、2018年3月、千葉県の遺跡リストに、宇ばら田をやめたい来遺跡として登録される。風光明媚な環境から、大正初期には当地を別荘地とする計画があり、理想郷と呼ばれるようになったのが、宇ばら理想郷の由来であるとされている。JR うばら駅から南へ歩いて、 約10分のところに、宇ばらり総教ハイキングコースの入り口となる駐車場がある。コースは岬を一周する2300メートルであり、明神岬一帯は、ハイキングコースに沿って名称が続いている。太平洋に突出した明神岬には、海岸の植物や磯の動植物なども種類は豊かで、分布上も注目されるものが多い。 風光明媚な当地はかつて数々の文人仏閣が訪れ、継承地は文豪の地として親しまれた。日本の作家、俳人、洋画家として有名である、三島幸夫、篠田帝次郎、与謝野昭子、石井白帝、辻久志、中村健一、耳野宇佐ぶろなどが訪れている。当地には篠田帝次郎などの可否、死費が立つ。ありがとうございます。